ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスやレンタル DVD で比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、ある日どこかで、監督はヤノット・シュワルツ。1980年の作品です。劇作家のリチャード・コリアーは、スランプ脱出の気分転換のため、思いつきで宿泊したグランドホテルの資料室で、1912年に撮影されたとされる、昔の舞台女優、エリーズ・マッケナの写真を発見し、その美しさに魅了されます。時間を超えて彼女に出会うことを絶望するリチャードは果たして、というお話です。出演は、クリストファー・リーブ、ジェーン・シーモア、クリストファー・プラマーほか、原作者、リチャード・マシスンの実体験に基づくファンタジー。情節は甘ったるい筋立てですが、カルト的人気を誇るラブロマンス。名優、テレサ・ライトも、ちょい役で出演しています。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。